おはようございます。5月19日の5時57分の相場解説です。昨日ですね、22時107円の345でエントリーしたということで、リスクリワード 3.1 で目標値が107円の500あたりです。で、ロスカットが反対方向で 3.1 ですから、リスクリワードが290あたりでロスカットラインを引いたということですね。でですね、これ、こういうふうに収束に向かってたわけじゃないですか。だんだんボラティリティちっちゃくなったよと。で、どこがブレイクポイントかというと、まず一つ目はここを超えた時がブレイクポイントですね。まあ、ですので、ここを超えたあたりから、お、上の方に行くんじゃないのっていうふうに判断しました。超えたんでね。で、一旦組み上げて N を書くようにして上に突き抜けるということだったんで、ここを超えたらエントリーしようかなって決めたのが昨日でしたね。ですので、107円の350を超えたらエントリーなんですけど、私はちょっと直前で入ってるんで、107円の345です。リスクリワード 3.1 になりますと、テイクプロフィットラインは107円の500あたり、ロスカットラインが反対方向に107円の290あたりということになりますけども、現在の値動きがこれですね。107円の500でテイクプロフィットラインを引きました。赤で書きますね。テイクプロフィットラインを引きました。で、エントリーしたところが ロスカットラインがここでございます。ね。で、エントリーしたのがどこかと言いますと、エントリーしたのが、この辺りですね。この辺りでエントリーしました。もうちょっと下ですね。こう。で、リスクリワードが綺麗に引けてるでしょ、3.1 で。ここ3.1 と。で、超えて、最初ここに達して、ここでテイクプロフィットしました。でも残念ながらその後、私と考えたのがね、同じの人がいたのかもしれないですね、結構ね。ここで、私と同じように利益確定するもんだから、買いの勢力がどんどんね、売りに変わっていって、ズバーンとね、思ったよりも落ちましたよね。で、これ、リスクリワード 3.1 がうまく機能してなかったら、107円の500がね、設定値になってなかったら、多分ロスカット食らってたと思うんですよ。もうちょっと上の方にね、利益設定したら、そこに達せずに下の方でロスカット食らってたと思いますね。危なかったですね。だからここがちょっと勘の鋭いところですね。まあ今日はそんな感じでした。で、今の値動きなんですけども、これですね、振り返ってみましょう。まずは4つの仮説を立てた時に、収束に、まあ、迎えたっていうのはちょっとラッキーだったですね。収束に晴れたっていうのは、こういうふうにね、前回の高値よりも低く、前回の安値よりも高くなっているのがお分かりいただけてると思います。ここよりもここのが低いでしょ。で、ここよりもここのが高いでしょ。それを繰り返してここに来てるわけなんですよ。で、この黄色いところをブレイクしたら、超えたらブレイクだと判断して、まさに超えたんで、じゃあそのもう一個前を超えたら入ろうかなと思ったのが107年の345の根拠です。いいですかね。はい。で、そこからはリスクリワード 3.1 で、まあ20ピップスぐらい取りたいよねっていうふうに昨日お話したんですけども、計算しやすいように15ピップスに設定したのが107年の500ということですね。テイクプロフィットラインで、まあギリギリ取れたということですね。107年の500に利益設定するってことは、今度は107年の345でエントリーしてますから、ロスカットラインは107円の290あたりになると思います。ね。そしたら、まあ、こういうところに引くわけですよ。で、綺麗にですね、リスクリワードは、これ 3.1 になってるよってことですね。で、ギリギリ、ここが取れたってことです。これ、勘が良かったと思います。15ピップスぐらい取りたいよねっていうところで、リスクリワードを 3.1 で引けたんで良かったですね。だからこれが、当初の予定通り20ピップス取りたいなと思ったら、多分ね、ギリギリで、ここ行ってないんですよ。テイクプロフィットラインがギリギリで行ってなくて、で、直前で帰っていって、ロスカット食らって、損失で終わりってことになってますね。危なかったな、と思いますね。じゃあ全体をちょっとね、振り返ってみましょうか。これですね。デイリーは横ばいに入るよって言ったものが横ばいに入ったようです。4時間上昇してるでしょ?上の方に行ってるでしょ。で、これ W が右辺が強いになりかねないですよ。ここを超えたら W 右辺が強いになりますからね。このまま上昇していって107円の67に超えたら W が右辺が強いと判断して強めに入ります。で、1時間。
1時間なんですけども、これは今後も上昇していくでしょう。今週は107円とか108円の方向に向かっていくと思います。まあ、今回は以上ですかね。はい、どうもありがとうございました。